はいそれではビクトリアマイルと副賞生活本ちゃんいきますはい今日はダメでしたね佐藤のフェイバー応援したんですけど全然ダメです7着でしたはい無理でしたありがとうございましたスプリングカップ佐藤アレス除外いや別撮りでね佐藤アレスね今回申してね別放送したんですけどなんと除外払い戻しめっちゃ来ためっちゃ来たあれ3万工程なんぼ2万8000円ぐらい払い戻しけどうわーっと いや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 と。全然やる気なかったこれ。はい。で、リナーテきた分か3連複当たりましたけど。トゥ・ザ・クラウン4着。あちゃちゃーと思って。まあ、生まれ当たってないかどっちでもよかったけど、ターボロンの強すぎました。ありがとうございました。参りました。ダミアン・レイさん、今日4勝。あー、これは申し訳なかった。すいません、ありがとうございました。あー、トザ・クラウンね。4着でした。ありがとうございました。はい。リナーテきたから、もうあれですけど。はい。 ということで気を取り直していきましょうレッレッレッチゴはい、えー、それでは出走表行きましょうそんな前に今日は都合が悪かったです <laughs> はいミヤコジステイクスですねはい佐藤のウェさんちょっと今日もはっきり見てなかったんですけど7番ですねはいえっ、ー、とどうだったんですかエーシンティングルがおったんかなはいエーシンティングルがなんか粘ったみたいに聞いたんですけど どうででしょううかのは2番手ついそうですねうーんちょっと今回は迷目、まあ、あってちょっと応援重視であんまりそんな本気やと思ってなかったですいませんはいグロイディベーゼン1着やからだと思ったんですけどまあおととしの話か去年の話だったっけすいませんちょっと雑でしたよそうはいすいませんえー、2番手ついそうですねえシンティングルの後ろでおるんですけどダメですか何着やったこれほんですいません何着ですか、えー、誰来たの3番誰ああうグリッタリングやっぱ強かったよねすいません 浜中くんから乗り換わりってのしてたんですけど、カーラさんですか。うーんう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 ん全然ダメやね。エイシティンクルがよう頑張ったね。3着火してティすごいな。すいません、ちょっと今回雑でしたね。ごめんなさい。申し訳ないです。のフェイバーしかも一番逃げたじゃん。やりすぎや。これやりすぎた。すいません。ありがとうございました。はい。えー、ということでちょっと後味悪いですけど。 いや、その前にあれか。その前にこれも来たけどな。佐のアレス除外待ってっと思って。<laughs> ちょっと待って。いやいやいや、寸前にちょっとこれ、佐藤のアレスからボンボン買いますって言って3万円ボンって買うたんや払い戻しめっちゃ来たこやけど、えっと思って。すいません、除外ですか。<laughs> ターボロンド強かったから参りましたありがとうございましたそして決着レコード来たなムーンクイイクに続いてレ、ね、コードですありがとうございました早かったなやっぱ今日リナーテ来たからまあ前かと思ったんですけどトヨタクラウン4着いやいせめて逆やったらちょっと良かったねありがとうございましたはいということで気を取り直してはいビクトリアマイルですね出走表いきましょうはい、えー、ビクトリアマイルですけどうーんとね印はちょっと変わったかな変わったかな コンクロロ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 ロなんといの12345679頭ですねはい本命体育は多分変わってないと思うんやけどなはい本命アイロリットですねはいこの馬でしょうこの馬でしょうはい東京マイルに帰ってきたらこの馬でしょはいですよもうはい黒船3個ですありがありがとうございました はいえー、クイーンカップ2着はいてか東京すべてです、ね、NHK マイルまず勝ち馬一着東京マイル行く手マリま4着だったんですけどこれええ八山で負けただけ4着それでもコンマ1秒差安田金ボバイ手に強い競馬戻すことやばかったかという2着毎朝間距離長くても一着 前走はもう度外です、はいまあ、それ考えますと東京でこの馬は、はい、3201ってことで、はい、負けたんがさっき言ったようなものしかも4着だけなんでやっぱ東京といえばこの馬特にマイルといえばやっぱこの馬です。はい簡単です はいイオリット、フチマイルなら勝負。わかってます。誰でもわかってます。あとはその精神状態ですね。海外、あの、クッソ重たいババで、カルチャーショックを受けてないか、そこだけです。精神面の不安だけでいいでしょう。はい、11番はちょうどいいってことで、枠順はまあ悪くないとこ行きました。うん。あとは馬が復活してくれるかどうか。安城ジのりさんですね。NHK マイル以来の勝利、頑張ってください。このは横のり屋な、んでうるさいだろうな。あれ、もともと菊沢さんとこやったけどな。なんでやろう。うん、うん、うん、クイーンカップか。 ククイスステークって週刊誌おなかきでもやするだったもんでビクテラマリ前に乗り換わってんな何でかちょっと分からなかったっけど頑張ってくださいはい、えー、今回はですね一番人気ラッキーライラックがいますんで人気言われました、えー、2番人気で、ね、誕生ならばい大なので美味しいですねフルグ賞も今全然売れてませんびっくりしたレッドオルがプリモシーンを売れへんのこいつと思ってマジかと思ってマアやロリとそんなに状態悪いと思ってラッキーライラック売れるのはそれ分かるんやけどね そんな悪い状況、そうですか。販路13秒かしわい、はいはい、了解。トータル5十二一秒に短そうですか。わかりました。ありがとうございました。うん。ちょっと売れすぎてないからもしかしたらなんか悪いかもしれんかな。休み明けかな。海外帰りやからかな。まあいいですよ。このまちか本命見えないんのだけど頑張ってください。うん。 はい、えー、対抗レッドルがこちらも言うことないですお母さんエオンピクシーですね毎回言ってますこの決闘すべて東京走りますってことで東京マイルならここですねレッドルがここの目標に体調アップですってはい何、えー、て書いてました今東京マイルは2110の得意舞台皆さん知ってますはい皆さん知ってますコーナリング中京をして5121皆さん知ってますはい中京3000東京2120知ってます <laughs> はい、東京新聞杯2着知ってますもう言うことありません説明することありません前走右回りで負けてただけ以上ですありがとうございましたこれクソ強いからなこいつはクソ強いなまあ、えー、東京新聞杯2着重賞ではここの実績しか出てませんけどまあ4番人気とまあまあ G12 社人気出ちゃいましたねまあ社内かみんな知ってるしなはいということでまあまあ社内人気を集めてますめっちゃ社内人気でいい感じするけどはいあとまあディープでいうとプリモシーンかな うーん2番人気福永さんアイロリッドと一緒に人気を歩んでますまあプリモシーンもね、うん、人気ない時は福永さんが買いましょうかちょっと今日ねト桜4着やってまあまあええけしてくれたんで今回もおもろいかなと思ってはい政権芸能1着と NHK マラ5着左前の実績あります東京もともと未勝利買ってますんでテドラクマにねはい前走復活の2着ってことでまあ悪くないですねうん ではい福永プリモで牝馬限定 g 1完全 V だということでビクトリアマイル意外とね勝ってないらしいですねね祐ちさんがね。はい、でとねやっぱりね福永さんですね東京の前の g 1 n n h k 前で行われましたけどはい。 えー、この時もね、ちょっと東耶と聖徒が、えー、8着やったっけで、見せ場十分作ったんで。で、えー、この前のレース、えー、誰やったっけあれ、えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、あいつも4着やったリーリエノ・テソールがやったっけ忘れたもう4着やったんで。うん、ちなみにビクトリア・マイルって、福永さん去年走ってました。おった、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 見てない。おった、おった、おった、どこったあ、メイズ・オブ・オナーがちょっと話しちゃうもんなんじゃ、そういうのじゃなくて、またもう祈ってきて福永さんどこらんのか、まだ。 まともな人気で福永さんのここはあいませんねビクトリアマイル意外と福永さん読まれへんねよああいないですねってことは今回あるかもしれない一発なカフェブリリアントはちょっと間違えてんもな、はい今回みたいに人気のある馬、えー、ある程度ね実績のコストのまで、えー、ビクトリアマイル初めてなんでうん意外と東京マイルね G1 で、ね、福永さんいい仕事最近 NHK マイルとかし,しだすんでしてるんで頑張ってくださいうん あと、バツ印がアマルフィーコーストと、ラッキーダレクミッキーチャーム電光アジュガンタビレットをってます。はい、アマルフィーコーストですけど、えー、坂酒井隆星さんですって。はい、で、このまね、前走前前走と、えー、重傷を走って、えー、13番人気3着、12番人気2着と、人気、出ないんですね、着順の割に。はい。今回も11番人気ですって。はい。でね、ただね、京都ヒーパーもね、はい。 えー、リナーテ2着に小久保さの3着やしデ、えー、アレがあるとこんまり一致変しでリナーテ今日活躍しましたからねまあまあレベル高いと思ってんやけどあんまり今日そんなに気出ないはい。 ね、前走もミッキーチャームに、えー、2分の1ばしに差ですし、ね、なんでこんな毎回人気でいいんやろっていうぐらい美味しいんで、内訳行きましたけど、えー、今東京地復活してると思うんで、はい、頑張ってください。うん、ちょっと人気出なすぎ。まあ、1個だけ言うとしたらマイルがあかんて、うん、ってマイル前奏はしたけどと思ってるんやけど、ちょっとまたこのまま一発あるなと思って頑張ってくださいと思ってます。内訳行きましたんで。うん。 はい、アドラッキーアイラックはバツチ止まりですねえっとマイルか分かりません前走マイルなしになったかなっていうことで年取って粒なってきたと考えるともしかしたらベスト18200かな意外とあの中山記念が意外とぴったりはまったかもしれんね18200がよかったかもしれないちょっとマイルなしもお手かしれません、えー、実績あったらマイルですけどこれ若彼氏頃の話なんでねマイルアートは言え,言えませんはいマイルアートはちょっと言いづらいんでもしかしたら今戦力の対応厳しいかもしれませんまた1番人気ですか ビクトリア・マイルってねマイル適正とかよりは実績で決められるんでねねだいたいレイト上杯とか実績あったんねマイル走らんくせに人気出ますからねはいだいだたい1番人気ここ負け入れそうなんですよねって毎回説明してるけどはい4年前ストレートガールった時はヌーボレコードディアダルマどれが12番人気まち、あ、ランコのまたマイラでございません <laughs> はい はいえー、とこの時もですねどこいましたか一番人気っていうとミッキークイーンですねミッキーグイーン湘南パンダラー能力で頑張りましたけどこの馬ほんまたちマイ一二番人気せよ馬でありませんマイルではございませんはいまあ2年前ちょっと去年はちょっと雨降ったんでちょっとあれなんですけど、まあ、イスるらシくも正直マイラーではないんでねはいちなみに2年前誰であれしく一番人気雨っミッキー,ー負けたないねはいありがとうございましたうん マイル適正で東京マイル適正で決まる人気じゃないんでね。だからこそ面白いでこのまた荒れてね。マイルって結構そうだね。荒れるんでね。はい面白いですね。はい。あとだからミッキーチャームも、えー、マイルかどうか前走勝ちましたけどちょっとマイルじゃない感じするんでやめときます。電光こはも、でんこは実績ありましたけど、うんとね、福島牝馬からマイル来たら厳しいんじゃないのっていうね。 ババ渋ってた考えたんですけど、あと、カンタービね、これは面白いけど、外湧いてもだたからね。アンジョデムちゃんこれが面白いかな。これが面白いかもしれない。うん、やはり外人参考とかなあかんっていうからね、押さえておきます。うん。で、えー、今回は特注場というよりも一等紹介してありません。今回はですね、えー、このノームコア。こちらについてちょっとだけ紹介します。はい。えー、ノームコアですけど、えっ、ー、とね、正直ね、 マイルがいいかは正直未知数なんですけどうんまあ一応中山マイル昔はしとった、ね、まで、あ、昔の頃はあんま関係ないと言うんですけど、えー、こなせんことない実績ありましたんで、えー、シオンステークスと愛知杯馬券絡んで前走中山ヒンバステークスねえー、後ろ取りで上がりつかって。 でえーまあ、フロンティアクイーンに7着に敗れましたけどコンマ23でそんな大差ないで前奏でね一番人気背負ってたまがね今回 G1 といえどもね5番人気10倍台まで落ちたんですねこれちょっとおいしいなと思って前奏一番人気のまやっぱ惨敗した方がかえって言ってはいしかもね安城がダミアン・レンさん来ました今日なんと4勝ワッチャポーストもうターブロンドン勝った瞬間に参りましたと思ったなこれまあ参ったと思ったらこれ と思ってさあレーンさんなんと勝率 28%3 着優越54%マジかと思ってうわはいでまあ東京マイルに限りますとですね、はいえー、ダミアンレーンさんといいますとはい、えー、G1 選手走りましたね NHK マイルでグルービット4番に競そうで10着やったんですけど まあ正直ねこのグルービットの4番人気よりは鹿児島に今回の5番人気でも美味しいよってことではいもうね馬場ですよね先週ね言うてましたね、えー、表ょうって内側かんかったよってねはい、えー、で、えー、グルービット終始内で、えー、しかも、えー、回ってたんですけどはい、まあ、結局内枠はあだとなったんでしょうか最後まあちょっとまあ外は回した手回したんですけど はいバフに詰まれて伸びきれずっていうことで正直この外から決まった競馬見るって。 普通は外枠が有利やっ,たわけですってことでね、先週ね、このグルービットをね、ちょっと本物の馬券切った理由は、正直打ち枠やったってだけで切ったですね、はい。グランアレグリアまではギリギリ押さえたんですけど、もうグルービットもう一個打ち枠やめとこうってことだけなんで。で、今回は逆に、逆にやで。はい、B コース代わり、ババ回復してます。うち、ね、策立てられてセーフですってことで。はい、今回ターブロンドンもね、一応、えー、外、 若干回しましたけど、枠なりに回しただけでで、本来はうち、えー、このちょっとクラウンがやっぱ求めちゃた。進路、ここら辺からね。やっぱ馬が伸びているんで、正直そんな外を求めなくてもいいわけですよ。うん。はい、まあこれ見ると最後うちからね。ロジックライム突っ込んできますし、う,うちがやっぱり統計も考えたらいいと。 でそれ考えると明らかに前村のグルービットおりは今回のノームクアーノがポジション取りは間違いなく取りやすいですマイル向くかは知りませんけどまあ一応お母さんがはい黒骨なんでね はい、でノームコアっていいますとクロノジェニシスのお姉ちゃんですもともといクロノジェニシス有名になりましたけどもともとはやはり強かったのがノームコアなんでねはいお姉さんで覚えてくださいというより、えー、ノームコアの妹がクロノジェニシスだと覚えたってくださいノームコアのがお姉ちゃんです、はい、クロネサ3区のバイトリジェント系入ってますし特にマイルは悪くないと思いますマイルねあの若かりし頃で一回しかしませんけどうん全然、えー ここ馬券食い込む感じあると思ってますダミアン・レーンさん買うならここでしょうってことではい1年8ヶ月ぶりのマイルでどうして走り見せてくるでしょうか、うん、俺もからん俺もからんただやっぱり構えたあこうかなはいレーンさんがこんだけ人気ないとこを買いましょうはい頑張ってくださいちなみに今年のローテーションどうでしたっけ愛知杯使って中見ますよねちょっとまだ分からんからねはい頑張ってください マイル適性をはてなですけどダミアン・レーンさんってこうとで、ね、ここでしょうねノーザン・ハーブですしねまあ怖いならここやろな怖いならここやろなはいえー、頑張ってくださいうちはヒーターなるチャンスですよ頑張ってくださいはいあとは復唱生活いきましょうはい副賞生活ですけど、えー、今回は言ってたプリンシパル・ステークスでいきますんで、えー、予告した通りですね復唱生活候補で言ってた通り 強い、えー、もいっぱいいますけど、まだ予想ず出てませんけど、このマイナーサーパスに注目しますね、そ、えー、らくルボルグ、シークレットのほうが2桁目をするでしょう、はい。ただですね、デムちゃんもケイティさんも、あとは、えー、エングレーバー、中内田さん、河原さんところもですね、はいこのあとビクトリアマイルのほが乗りますんで、ここ、無茶できないと、はいくらプリンシパルステークス、ダービーへの切符といえども無ちゃできないと。はい で、それ考えると、今回、えー、次のビクトリアマイル乗らずにですね、それ、かつ実績ある方っていうと、はい、丹内さんですね。はい、丹内さん、明日、綺麗に11レース、いわゆるビクトリアマイルだけ乗りません。おーと思って、オーマイガッっと思って。はい。で、マイネルサーパーの実績見ますと、このまね、フューチューティースティークスで10着やったんですけど、えー、それまでね、はい。 えー、馬券まだ外してませんでしたで勝、えー、った相手東京18いわゆるプリンシパルステークスにいたコース形状のところをはいエットワールに勝ちましたはい、えー、金木星連勝しましたここあの強かったダノンチェイサーに、はい、勝ちましたてことってここの2勝全ていい収穫しまいかす競馬も覚えましたしはい で、前奏 G1 負けただけ。これだけで今回人気落ちるの間違えてます。で、休み明けです。あと、このままちょっとね、気象がちょっと厳しくて、むち打てられると怒るらしいんで、はいまあ、前奏も結局、フューチュリティね、むチ打ーんと終わったらしいんですけど、はい、これがまあ、5ヶ月あけてですよ。うん。いくらに勝負でも5ヶ月あけて、しかも来る舞台がプリンシパルですからね。 これ考えると、これはもう精神面的に回復した時の本気かなと思います。プリンシュパルを使ってどっか他使おうっていうそんな贅沢なやつないと思うんで。頑張ってください。わざわざこう来たんでね。5ヶ月負けて。なんでこんな大舞台来たんやってぐらい来てるんで。これ一歩あるかもしれないですね。東京実績ありますし、戦っていきたいって強いですし、ね、馬券まだ自分しか外しません。はい。強いと思われます。はい。ダノン・チェイサーに勝ちましたか。 アダチェんだっけ木更津賞どこ買ったんちゃうかっはい強いと思いますよ3番ですねはいしっかりセ先ーの馬とらえてですねはい最後しぶとく追いすがあったまに勝ってますんで1番ねはい頑張ってください距離延長はいいと思ってます東京千八0 0 8で勝,ち勝った実績ありますし明らかに前スの g 由は前よりは絶対舞台を向くと思ってますんでよろしくお願いします普通に強いと思うけどな負けるんかなこれ 人気絶対でへん人間な絶対ルブールとかの人気もなルブルブなでもちゃん試ん転してくれでもちゃん試ん転してくれでもちゃん試運転してくれただきほじさわさん強かったレーンさんで勝やこれ今日レーンさんで勝や何回目とこ明日はソウルスターリングのラブルかわかりました了解ありがとうございましたルメちゃんが抜けてるだけにちょっと怖いなはいということでマイナスサーパーを応援しますはいということで海面の方に戻りましょう はいビクトリアマイルですけど本命はアイロリットさん横のりさんと再びね G1 頑張ってください東京マイルで復活してくださいあと今回勝負しましたダミアン・レンさん今回こそ打ち悪でリベンジしてくださいはいプリンシパルステークスですけどこちらまたちょっと穴までいきましょうマイネルサーパスさんでいきましょうはいえこの後自由を持ってます はい G1 でない丹内さんの本気ってことで頑張ってください。はい今まで戦ってきたで強いですしお負けしておりません。頑張ってください。はいということで以上でヴ、えー、ィクトリア・マイルの本ちゃん終わりましょう。ご清聴ありがとうございました。